腹膜透析は、人の腹部の腹膜を、液体や溶解した物質が血液と交換される、膜として使用する透析の一種。余分な水分を取り除き、電解質の問題を修正、解決し、腎不全の人から毒素を取り除くために使用される。腹膜透析は、最初の数年間は、血液透析よりも良い結果をもたらす。その他の利点には、 重大な心臓病を患っている人の柔軟性と忍ぶ広し性の向上が含まれる。合併症には腹部内の感染症、ヘルニア、高血糖、腹部の出血、カテーテルの閉塞などがある。腹部手術の起用、または炎症性腸疾患のある人には使用できない。適切に行うにはある程度の技術的スキルが必要となる。腹膜透析では、 透析液が下腹部に留置したチューブから導入され、その後液体が除去される。これは、持続傾向式腹膜透析として知られ、一日を通して定期的に行う。また、自動腹膜透析として知られる、機械の助けを借りて夜間に行うものもある。腹膜透析に用いる溶液は通常、塩化ナトリウム、炭酸水素塩を およびグルコースなどの浸透圧剤で構成されている。腹膜透析は1920年代に最初に実施された。しかし、1960年代まで長期使用は医療行為に取り入れられなかった。腹膜透析に使用される溶液は世界保健機関の必須薬品リストに含まれている。これは医療システムで必要とされる最も安全で最も 効果的な医薬品であるため、である。透析治療の費用は国がどれほど裕福であるかに関係している。米国では、腹膜透析の費用は一人当たり年間約53,400ドル。2009年の時点で、腹膜透析はアフリカの53カ国のうち12カ国で利用、可能だった。腹膜透析は、 血液透析よりも体から老廃物を取り除く効率が低くチューブを留置することで腹部に細菌が入る可能性があるため腹膜炎のリスクをもたらす腹膜への抗成物質の直接注入は常脈内投与経路よりもわずかに有利であるように思われるが腹膜透析関連腹膜炎の最良の治療法について明確にするための十分な証拠はない 日常的な腹膜洗浄やウロキナーゼの使用など他の頻繁に使用される治療法に明確な利点はない。予防的な警備投与によるムピロシンの使用は腹膜炎に関して不明確な効果がある。感染は15ヶ月に1回程度の頻度で発生する可能性がある。血液透析と比較して腹膜透析は 患者の可動性を高め、その継続的な性質により、症状の変動が少なく、リン酸化合物の除去が優れているが、大量のアルブミンが除去されるため、栄養状態を常に監視する必要がある。腹膜透析のコストは、世界のほとんどの地域で、血液透析のコストよりも、一般的に低く、このコスト上の利点は、先進国で最も顕著である。 CAPD と APD のリスクと利点を適切に比較するには研究が不十分である。3つの小規模な臨床試験の国乱レビューでは末期人疾患の患者の臨床的に重要な結果に違いは見られず腎臓の機能を維持することに利点もなかった。結果は APD が若い患者や雇用されている患者、教育を受けている患者にとって 心理社会的利点を持っているかもしれないことを示唆した。その他の合併症には、低血圧、腰痛、ヘルニア、腹部内の高圧による、水分漏れなどがある。腹膜透析は、体液に急速かつ優位な変化をもたらさないため、不整脈患者や、カテーテルを介して、血糖値を制御できないためインスリン依存性、糖尿病患者にも使用できる。 高トリグリセリド血症と肥満では、水分に大量のブドウ糖が含まれているために懸念される。これにより、1日あたり500から1200カロリーが食事に追加される可能性がある。3種類の接続及び流体交換システムのうち、Y セットはバッグ間の単一の Y 字型接続を使用する。同じ接続を介して、腹膜を空にし、洗い流し、 次に満たすツインバッグ及び Y セットシステムは、腹膜炎の予防において、従来のシステムよりも優れていることが分かった。腹膜透析のベストプラクティスでは、腹膜透析を実施する前に、カテーテルの手入れ方法と、存在する可能性のある、理解のギャップに対処する方法についての教育とともに、プロセスとサポートシステムに関する個人の理解を評価する必要がある。 腹膜透析を受ける患者は、適切な透析を確実にするために継続的なモニタリングを受け、合併症について定期的に評価されるべきである。最後に、彼らは感染管理の重要性と彼らの協力によって確立された適切な医療レジメンについて教育されるべきだ。継続的携帯型腹膜透析手術の準備として、 腹部を洗浄し、一方の端を腹部に挿入し、もう一方の端が皮膚から外に突き出るカテーテルを外科的に挿入する。透析液を注入する前に、その都度カテーテルを洗浄する必要がある。10から15分間で2から3リットルの透析液が腹部に導入される。送料は同 L が経過した後、液体を取り除き、新しい液体と交換する。 これは患者が眠っている間に自動的に行われるか、または日中に常に2リットルの水分を腹部に保持し、1日に4から6回交換することによって行われる。用いる透析液は通常、高浸透圧を確保するために塩化ナトリウム、乳酸塩、または重炭酸塩、および高濃度のグルコースを含む。透析可能な量はドーエルの量、 交換の規則性及び液体の濃度によって異なる。APD では1泊あたり3から10同 L を循環するが、CAPD では1日あたり2から3リットルの4同 L を含み、それぞれが4から8時間腹部に止まる。内臓は膜の総表面積の約5分の4を占めるが、頭頂腹膜は腹膜透析の2つの部分の中で最も重要である。 二つの補完的なモデルが膜全体の透析を説明するマイナス三つの最高モデル分散モデルキャピラリーの数複膜透析に関与するアクティブなキャピラリーの数を増やすソリューションの能力高濃度のグルコースは複膜毛細血管から腹腔への浸透による液体のろ過を促進するブドウ糖は透析液から血液にかなり急速に拡散する 大流の4から6時間後、グルコース浸透圧勾配は、通常、低くなり、浸透圧、UF を、さらに許容できなくなる。したがって、透析液は、結晶硬質浸透圧によって、腹膜空から、毛細血管に再吸収される。これは、腹膜の硬質浸透圧を、約18から20水銀中ミリメートル超える。リンパ吸収はまた、 復腔から結晶への体液の再吸収にもある程度寄与すると考えられる。腹膜の高い糖水性を持つ患者は、大流の終わりまでに腹膜からの液体の再吸収率が増加する可能性がある。腹膜と結晶の間で小さな溶質と体液を交換する能力は、高、低、または中程度に分類できます。 高トランスポーターは物質をよく拡散する傾向があり、低トランスポーターは UF が高くなるため、復旧からのブドウ等は長期の大量大流でいくらか良い結果をもたらすが、実際にはどちらのタイプのトランスポーターも一般に APD または CAPD のいずれかを適切に使用することで管理できる。使用できるカテーテルの形状とサイズ、挿入部位。 カテーテルのカフの数、固定化にはいくつかの異なるものがあるが、罹患率、死亡率、感染数の点で利点を示す証拠はなく、品質の情報量は、確固たる結論を出すには、まだ十分ではない。腹膜並行試験は、腹膜の物質移動特性の特性を決定することによって、腹膜透析について人を評価するために行われうる。除去された。 透析液の量と患者の体重がモニターされる。500ml を超える水分が保持されている場合、または3回の連続治療で1リットルの水分が失われた場合は、通常患者の医師に通知される。体液の過剰な喪失は、循環血液量減少性ショック、または低血圧を引き起こす可能性があり。 体液貯留の過剰は高血圧及び不腫を引き起こす可能性がある。また、除去された液体の色も監視されます。通常、最初の4サイクルはピンクが勝っており、その後は透明、または単光色になる。ピンク色、または血の混じった排泄物の存在は腹部内の出血を示唆し、糞便は先行された腸を示し、濁った液体は感染を示唆する。 透析液が酸性すぎたり、冷たすぎたり、導入が早すぎたりすると、患者は痛みや不快感を感じることもあるが、濁った分泌物を伴う微慢性の痛みは、感染を示している可能性がある。直腸、または、エインの激しい痛みは、不適切に配置されたカテーテルの結果である可能性がある。対流はまた、大角膜への圧力を増加させて、 呼吸障害を引き起こす可能性があり、便秘は流体がカテーテルを通って流れる能力を妨げる可能性がある。患者の約2.5%で発生すると推定される致命的な合併症は腹膜硬化症であり、腹膜内のフィブリンの厚い層の成長により腸が閉塞する。透析に使用される液体は主要な浸透圧剤としてブドウ糖を使用するが、 これは、腹膜炎、クレアチニンクリアランス及び腹膜機能の低下、及びその他の健康への悪影響につながる、可能性がある。酸性度、高濃度乳酸の存在、及び溶液中のグルコース分解性生物は、これらの健康問題に寄与する、可能性がある。中性で、乳酸の代わりに重炭酸子を使用し、ブドウ糖分解性生物がほとんどない溶液は、 これはまだ研究されていないが、より多くの健康上の利点を提供する可能性がある。末期腎疾患の患者を対象とした2004年の世界的な調査では、はるかに一般的な血液透析と比較して、約11%が腹膜透析を受けていた。香港とメキシコでは、腹膜透析が世界平均よりも一般的であり、メキシコは、 腹膜透析を介して、透析の大部分を行っているが、日本とドイツは、世界平均よりも低い率である。腹膜透析は、戦闘手術や、災害救援などの状況で、他の選択肢がない人々に一時的な人、代替療法を提供するために、日常的に利用可能な医療ソリューションから作られた、外科用カテーテルと透析液を使用して、即席で行うことができる。 1979年9月、東京都上野動物園で、ジャイアントパンダのランランが、人員不全で倒れた際には、腹膜透析が行われた。ありがとうございます。